ということでこちらでございますということで、やってまいりました。はみ出しておりますやばい三枚肉そばでございます。サーディカップ今日散髪したてちょっと短すぎたかな。こんにちはのぶです。今日は器をはみ出すぐらい大きい三枚肉が乗った三枚肉そばいただきに行きたいと思います。ということで本日今来ているのはこちら沖縄県那覇市でございます。那覇市の石峰公園のここゲートボール場なのかな。ずっと行くとホタルが見える公園です。今日はですねこちらの公園から多分車で5分ぐらい行ったところに数年前ぐらいにできたお店だと思うんですが、結構大きな三枚肉が乗った沖縄そばがいただけるお店があるんですね。最近大きなお肉が乗ったそば屋がいくつかできていて、最近話題になっているのはうるま市の沖縄そば屋さん、そして実は宜野湾市にも結構大きな三枚肉が乗った沖縄そば屋さんができました。その辺をチェックしてたらですね、そういえば那覇市にもチェックしてたお店があったなと思って、思い出したかのように今回のお店行ってみたいと思います。大きなお肉なんで結構ボリュームたっぷりだと思います。それではこちらの公園から沖縄そば屋さん行きましょう。ってことでこちらでございます、金そばさんでございます。そしてお店なんですが、目の前に駐車スペースが数台ありますが、こちらメニューでございます。ちょっと見ていこうかな。そしてこちらでーす、限定3枚肉そばはみ出しております。値段はちょっと高めですが1100円です。そして限定金そば3枚肉に総指導府まで入ったそばが930円だそうです。そして普通の早期そば730円、油脂豆腐そば730円、普通の3枚肉そばもあります、そちら730円です。そして午前セットジューシーと白玉ぜんざい、そしてバタフライ PT がついたのが380円でいただけるようです。バタフライ PT 推しですね。バタフライ PT が180円です。そんなのいろいろあるようです。ジューシーも180円、麺大盛り200円でございます。それではこちらの特注生麺金そばさん行ってみたいと思います。コインパーキングはございませんということで、それでは行ってみましょう。セルフサービスです。うわー、麺が4種類のよもぎ麺もあるのか。そしたらすいません、このよもぎ麺もらっていいですか。はい、ありがとうございます。よいしょ、ということで席に着きました。ここでちらっとお見せしましたが、麺が4種類あります。西崎製麺所で特注した金そばオリジナルの生麺、中太ちぎりのもちもち麺、これも気になりますね。そしてこちらも特注した金そばオリジナルの全粒粉生麺、そして西崎製麺所、これは西崎製麺所がオリジナルのゆで麺ですね。これはちょっと少なくなるな。そして金そば特注のよもぎ麺、なんとこのよもぎ麺にさせていただきました。そしてメニューはさっきご紹介した感じですね。ちなみに会計はペイペイ使いました。しばらく待ちたいと思います。まいりました。はみ出しております。やばい三枚肉そばでございます。めっちゃでかい、かなりのボリュームです。大きいです。それではいただいていきましょう。それではまずはこの大きい三枚肉いただいてみましょうか。やばいですね、めっちゃでかい。それではこちらぐらいだ、いただきます。それではいただきますか。結構柔らかくて美味しいです。しかもこれ途中で切れてます、なかなか柔らかいですね。そして美味しい三枚肉です。それではちょっと麺いきましょうか。麺は今回はこちらよもぎ麺でございます。よもぎ麺こんな感じですね。それではこちらよいしょ、いただきます。なかなかもちもちで、そしてよもぎの香りがふわっと香って美味しいです。よもぎ麺美味しいですね。なかなかよもぎの香りがいい感じに上がってきます。それではちょっと麺と三枚肉一緒にいただいてみましょうか。それではこちら、こちらいただきます。なんだろう、三枚肉の肉のしさと、そしてよもぎ麺のもちもち感、いい感じに合ってます。美味しいです。いや、なかなか美味しいですね。それではスープもいただいてみましょう。ちなみにレンゲはあっちにカウンターにセルフサービスで置いてありました。それではちょっとネギも入ってますが、基本的にこんな感じですね。カツオかな。それではこちらいただきます。結構あっさりですね。優しい味です。美味しいです。あっさり出汁が美味しいです。そういえばかまぼこもちっちゃいのが入ってますね。それではこちらもう一度いただきます。
本当にね、もちもちですね、美味しいです。三枚肉でかいっすね、やばいです、やばい肉厚です。それではこちら、再びいただきます。結構油多い部分なんですけど、これがトロトロに溶ける感じで美味しい。それではこちらどんどんいただいていきます。ということで、まだまだ終わっておりません。こちら高齢ブースなのかな、かぼちゃパックに入ってますね。唐辛子が入ってるのかな、唐辛子っぽいか、高齢ブースっぽいですね。それでこれ入れてみましょう。よいしょよいしょよいしょ。ということで、ちょっと高齢ブース入れて、こちらいただきます。ちょっとスープも、なんだろう、そんな高齢ブース青森かな、もうちょっと入れてみようか。もう一回し優勝、そんなになんか辛くないんですよね。それではこちらいただきます。これぐらいでピリピリきますね。結構辛みは弱めですね。うまい。それではこちらさらにどんどんいただいていきます。ということで、最後いただきます。ということで完食でございます。美味しかったです。ちなみにお店の中はこんな感じで、4人席が 1,2,3 として見えないですけど、この壁の向こうに確かもう1席あったと思います。そんな感じのお店でございます。よし、それではそろそろ帰りましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ということで、金そばさんで美味しい沖縄そば、はみ出す三枚肉そばいただきました。駐車場を入るときに言いましたよね、お店の前3台のみでございます。それほど大きなお店ではないので、十分といえば十分かもしれません。そしてお店の場所はですね、僕今こちら左に向かいましたが、県道何号線だったかな、右に行くとユイレールの駅ですね。そして末吉公園があるところです。そしてこちらに行くと目の前ワークマンですね。そしてこれを左に行くと、多分浦添市の京塚シティあたりに出ていく道だと思います。ということで、本日は沖縄県那覇市、ほとんど浦添市ですけれど、那覇市そちらにあります沖縄そば金、金そばさんではみ出るぐらい大きいというか、はみ出てましたね、大きな三枚肉の沖縄そばいただきました。値段が1100円ということで、まあお肉代ですかね、普通の三枚肉そばで780円でしたっけ。2月末ぐらいに少し値上げしたようです。多分値上げ前はギリギリ1000円いってなかったと思うんですが、まあこのご時世仕方ないですね。普通の3枚肉そばから300円プラスぐらいになるんでしょうか。お肉たっぷりいただきたいっていう方は、見た目も楽しいでかい3枚肉そばいいんじゃないでしょうか。まあでも個人的にはやっぱりなんかいろいろ食べたいなっていうのがあるので、ほとんど同じ値段出すんだったら、今回は動画の見栄えもあって、あと楽しいっていうところに重きを置いて、大きい3枚肉そばいただきましたが、金そばでしたっけ、早期と石豆腐とかいろいろなものが入っている盛りだくさんの沖縄そばありましたよね。あちらがいろいろ食べれていいのかなって思いました。次回お伺いした時はぜひそちらの方いただきたいなと思います。そしてあと麺がなんと4種類も選べるっていうことで、多分今までの沖縄そば屋さんいろいろご紹介しているのを見ていただいている方は承知だと思いますが、結構よもぎ麺系好きなんで、今回よもぎ麺にさせていただきました。そんなにですね、ものすごいよもぎがふわっとめちゃめちゃガってくるような感じではなくて、ちょっと控えめなよもぎそばかもしれません。でもいい感じにふわっとよもぎの香りがして、よもぎが一味効いたっていう感じのよもぎ麺だと思います。フーチバ大好き、よもぎ大好きっていう方にとってはちょっと物足りないよもぎそばかもしれませんが、美味しいよもぎ麺でした。そして意外とそのよもぎ麺がですね、大きい三枚肉に合ってましたね。そして大きい三枚肉なんですけど、やっぱり大きいだけあって、脂身もですねしっかりとごっつい感じでありました。なのでもしかしてああいった豚の脂身、お肉の脂身が苦手な方は、大きい三枚肉そばはやめた方がいいかもしれません。でもかなり食べ応えのある大きな三枚肉です。ぜひお肉好きの方は一度食べてみてください。ということで、本日は改めまして、沖縄県那覇市にある金そばさんではみ出るぐらい大きい、もうはみ出ていました、大きな三枚肉そばいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。さあ、でいくか、バイバーイ。
ということでちょっとおまけです。ワークマンプラス寄っていきます。先日ライカムでできたワークマン女子、そちらを見てからワークマン意外となかなか楽しそうということで若干覗いていきます。980円なんかこんな T シャツもいろいろカラフルでちょっとポケットついてて面白いですね。そして気になる虫が寄りつきにくい防虫加工してる T シャツとかあります。値段1500円です。ちなみにキッズもちょっとだけ取り扱いあるみたいです。ということでワークマンプラスちょっとおまけでした。